こんにちは。a アマゾン質サポーター、堀秀夫です、えー。オーストラリアの a m アマゾン、まあ、システムはね、えーまあ、どんどんいじくって変更されてるんですけど、まあ、今回ちょっとわかりにくい、わかりにくいっていうか、使いにくいっていうかね、まあ、使いにくいシステムになったということは、逆にそのシステムでどう対応するか知ってたらね、えー、知らない人に差がつくんで、まあ、悪い面ばっかじゃないんですけど、えー、重要な悪い評価をもらったときの、 システムに変更が加えられました今までね、えー、悪い評価もらったときに、まあ、削除してくださいというリクエストボタンがあったんですけど、なんとそのボタンがなくなっちゃいました。ってことは、システムが自動で、まあ、悪い評価、ね、削除できるものは削除していると。ところが、それで削除できないケースがある、削除されてないケースがある。でそんなご相談いただいてね、 いろいろ見たんですけど、とりあえず分かりにくいところにボタンいっちゃったなと思って探したら、なんとね、どこにもボタンがないという状態になってます。で、オーストラーアマゾン、まあ、出品者に悪い評価がついたときの、まあ、削除申請のボタンがなくなり、システムが自動で削除するようになりました。しかし、削除されないケースがあります。悪い評価がつくと売れなくなります。なんとか理由を見つけて削除申請します。 悪い評価、実際にね、今回相談していただいた例は、えー、削除申請して削除できました。諦めずに相談してください。どこからどういうふうに削除申請するのか。えー、何しろね、わ、えー、かりやすく、まあ、そらそうだねとね、わ、えー、かる文章を3行以内で書いて申請しないと、提、え、携、ー、のね、これ消せませんって返事来て終わっちゃいますので、まあ、えー、諦めずに。 かといって、自分で考えてね、変な申請せずに相談してください。これ悪い評価、そのまま放っとくっていうのは非常にまずいことなんで、見落とさず、着いたらすぐにチャットワークの方から相談してください。まあ、この悪い評価の削除に関しては、ね、個別サポートしかダメですとか、そういうの全然ないです。 マニュアルサポートでも、チャットワークサポートでも、個別フルサポートでも、どのプランでも削除のアドバイスしますんで、悪い評価がついたら、この商品でこの文章をもらったというのでね、相談していただければと思います。今回、システムの解約というかね、考えようによっちゃ、これは多分ね、うまく申請できない人が多いと思うんで、まあ、サポートを受けてない人と差がついていいかなと思ったんでね、 わかりにくくなったけど、悪いことばっかじゃないということでね、えー、理解してもらえればと思います。もしかしたら、単なるバグで、ボタンがまた出てくるかもしれないですけど、ただ今のところはね、えー、ボタンないんであ、これはもう削除、自動でシステムでやってね、削除申請は基本受け付けないっていう方向になったんだなと思いますんで、まあ、うまく使って、きちんと悪い評価は削除しましょう。以上、エースサポーター、堀秀夫でした。